こんだけ、ソフトが来てますので、これをちょっと随時開封していこうかなと思います。あー、グランディア3でございます。おー、ダージョブケルベロス。さあ、ここからね、怒涛の PS2 ソフトラッシュが続きますので、一気に開けていきましょう。どんどん、もう新、多分ほぼ全部新品なので、まずはこちら、何が入ってるかは分かりません。おー、 PS2 かな。じゃじゃん。おー、幻想水滸伝4の新品でございます。これはこれなんだったら開けてやりたいレベルで、幻想水滸伝はね、でもね、俺やったことある、めちゃくちゃやったことあって、あの PS1 のね、幻想水滸伝1か2か忘れたけど、これめちゃくちゃ仲間がね、こう108人いて、まあ仲間、あのストーリー進めるだけで仲間なる人もいれば、なんかちょっと難しいことやったりとか、隠し要素で仲間なったりとかがあったりして、それをね、やっぱね、全部仲間に入れたりとかさ、まあ、コンプ要素みたいなとかもあったりとか、めちゃくちゃ面白いです。これやったことない人なんで、やった方がいいと思う。幻想水滸伝かなりの神ゲー。さあ次、あ、 PS2 やろ。これはね、多分ね、忍び道匠なんだけど、これ多分新品だから買った感じかな。うんですね、これしかもね、そんな安かったような記憶があるということで、まあ忍び道匠、まあ思い入れは特にないですかね、このゲームに関しては。まあ新品だから買ったという感じでございます。中古だったらいくらぐらいなのかなということですよ。あ、これも PS2 で出てるの。あー、これは日暮らしの泣く頃にかけら遊びアペンド版でございます。日暮らしの泣く頃に祭りかけら遊びアペンド、これはね、確かね、このまま、これはソフトだけで遊べるやつだっけ、ちょっと忘れちゃったの。ただこれも新品だから購入したって感じですか。まあ日暮らしの泣く頃に関してはアニメは見てたけど、ゲームはほぼやったことないのでといった感じでございます。じゃあ次、PSP の可能性ある。あ、誰だ。あー、 PSP ファイナルファンタジー3でございます。これね、まあ FF ドラクエ系はね、本当に集めたいなと思ってますんで、新品で、でまあこれも新品でございます。これいいよね、パッケージいいよね、これね、なんかおしゃれじゃない、なんか綺麗わ。うん、まあ、PSP とか、あと PS3 は、まあ、そんな、なんていうの、あんまり思い入れはないので、ガツガツソフト自体集めようかなとは思ってないですが、こういうメジャータイトルだけはちょっと新品があったら、ぜひ、買っていきたいかなと思っております。ということで、ファイナルファンタジー3でございます。では次。おー天外魔境3でございます。天外魔境3の新品でございます。 PS2、 まあこれはね、まあまあ名前はメジャータイトルですかね、知ってる人も結構多いんじゃないですか。まあ知らない人もいるかもしれないけど、まあ知ってる人も多いゲームかなと思いますが、私はやったことはないですかね、天外魔境シリーズに関しては。うん、まあなんか絵柄が合う合わない問題もね、若干あるので、ということで、まあ天外魔境3でございます。すげえ。はい、ということで、ネッツレーシングでございます。これちょっと外の袋取るか、なんかずーっと売れ残ってた感じのする。あ、まあまあいいか。まあでもちょっとヤフオク出品品中っていうこのあれが邪魔なんで、ちょっと外袋だけ取ります。中のシュリンクは残ってるって。はい、ということでネッツレーシングでございます。これも単純に新品だから購入したって感じですかね。まあレースゲームめちゃくちゃ安かったんで、まあ新品で安いやつはとりあえず揃えていこうって感じでございます。お、ああまあメジャーっちゃメジャーだね。ゼノサーガエピソード2でございます。ゼノサーガはやったことないかな。あ、これもあの名前は結構、まあ、やったことない人は結構いるかもしれないけど、まあメジャーまあ、メジャーとまでは言わないか。でも、マイナーとも言わないよね、ゼノサーガは。マイナーとも言わないし、メジャーとも、まあまあ、いいですかね。まあ、こういうのも新品なのでね。まあ、そんなに高くなかったんで、購入したという感じでございます。さあ、いきますか。PS2 だよな、多分。
おー、テイルズオブジアビスでございます。必ず僕らは出会うんだろう、同じだらんだらら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 。これはね、面白い。テイルズシリーズの中では、まあ、多分一番評価高いんじゃない、アビスって。面白いですよ。これ全クリしました、ちなみに。テイルズ・オブ・ジ・アビスは、テイルズ系って結構どれも、ぶっちゃけ同じ感じなんだけど。いろいろシリーズやりました。テイルズ系って結構やったんだけど、まあ似た感じ、全体的にね。の中でも、まあ、どれやっても外れがあんまりないですかね。その中でも結構面白いとされてる、一つですね。テイルズ・オブ・ジ・アビス。テイルズ系、触れたことない人はこれから触れんの結構ありなんじゃないかなって感じでございます。これ面白いです。さあ、続いて。おおテイルズ系できますね。テイルズ・オブ・リバースでございます。これも全クリしたことある。ちなみにね、確かね、テイルズ・オブ・リバースはあんまり評価高くなかった気がする。アビスと違って。俺、これもね、まあまあおもろかった記憶があるんだけど、おもろかった記憶があるっていうかね、テイルズ系はね、どれ、まあさっきも言った通り、どれやってもまあまあおもろいけどね、テイルズ・オブ・リバースも、なんかでも、なんか、その当時のネットの評価があんまり良くなかったのかな、確か。ちょっと忘れちゃったけどね。面白いですよ、これも。うん。テイルズ・オブ・リバースでございます。いいですね。テイルズ系連続。ダウン。おー、武蔵伝2。あんまりわかんねえな。これどういうゲームだ、名前は聞いたことあるけど、アクションゲームなのかな。まあんまり、俺ね、アクション系とかそういう系のゲームって、昔からそんなに苦手なんですよ。反射神経問われる系のゲームね。ずっと反射神経おじいちゃんなんで、あんまりやった記憶がないですかね。はい。武蔵伝2ブレイドマスターでございます。さあ、続いて。ダガダン。おーテイルズ結構いいですね。テイルズ抑えに行ってたんだな、俺。テイルズ・オブ・シンフォニアでございます。これはまあテイルズ系の中でも、メジャーなタイトルの一つ。シンフォニアってシリーズで言うと何番目だ ?1?2? 違うな、ちょっと待ってね。めちゃくちゃ前半、とりあえず。テイルズ・オブ・シンフォニアって何作目だ、こういうの、もう間違っちゃうと怒られちゃうからね。まあ結構序盤の作品です。一番最初に出たテイルズって、確かプレイステーションじゃない。スーパーファミコン、これ間違ったらダメ。スーファミなんですよね。で、シンフォニア。これ、テイルズ・オブ・シンフォニアってこれリメイクでいいのか、ちょっと待って、調べよう。なるほど、なるほど。完全、そうやわ。だ、いや、これ間違いすぎ。テイルズ・オブ・シンフォニアは一作目じゃない。これ、ファンタジアが一作目だ。もうこれ名前がね、似てるから。だからこれ、まあ普通に PS2 の新作、当時新作で出たゲームですね。の新品でございます。さあ、今ある中ではラスト。ダン。最後にこれトゥームレイダーでございます。トゥームレイダーね、俺これ思い出があるじゃあって、このトゥームレイダーって当時もう何年前、もう10年以上前かな、にパチスロ台であったんだよね。でパチンコ台屋でパチスロで打った記憶があって、もうクソ台もクソ台だった記憶があるんですよ。それで覚えてますね、この感じも。なんでこれがパチンコ台になったんやと、パチスロ台になったんやと当時思った記憶があるので、まあ最後、今最近購入した中で、開封系で今日一番最後に出たソフトは、トゥームレイダーでございます。さあ、ということで今回のね、開封動画はプレイステーションと PS と PS2 がね、結構メインで、かつ中でもね、まあ、テイルズとか、ドラクエは出てこなかったね。プレイステーションの中でもメジャータイトルの、そのテイルズ、ファイナルファンタジー系を、多分ね、メインで抑えに行ってて、まあ、メジャータイトルのね、新品っていうのはやっぱ飾ってもったいし、なんか持ってたい、あと思い出もあるっていうのもあるので、その辺をね、今回メインで、購入させていただきました。まあこれからもね、まあスーパーファミコンをメインで集めていこうかなと思ってます。ただまあ、プレイステーション、プレイステーション2はね、ちょっとね、膨大すぎる。まあ、出てる量がね、膨大すぎて、ちょっと新品でコンプリートっていうのはほとんどできないと思うので、
だからまあまああったら買おうかなって感じで、まあ、棚にどんどん並べていくっていう目的で買いますが、まあ後々揃いそうだったらどんどん集めていこうとは思っております。スーパーハイゴンはコンプリートを目指してこれからもね、買っていこうかなと思っております。ということで、本日の動画はここまでご視聴くださってありがとうございました。また、次回も、まだ購入したものを、今回開封したもの以外に、まだ購入したもの実はありますので、それをまあ次回もね開けていこうかなと思っておりまーす。ということで、ここまでご視聴くださってありがとうございました。また次回も見てください。さようなら。